つも一人なんだろう。ここじゃない、どこかへ行きたかった。知識と知恵で息が詰まる頃、ラジオかロックが流れた。まるで時間が止まったみたいだよ。気づいたあの子を持ってた。夜の静けさを切り裂くように、スピーカーからロックは僕に叫んだ。Yeah.